どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございます。夜も更けてきたんで、一杯やるということなんですが、今日のおつまみはですね、お魚でございます。焼き魚、ニシンですね。ニシンの塩焼き。半額で164円、税込み164円、税込み164円のニシンの塩焼きをいただきたいと思いますね。で、これ買ってきたばっかで、あれなんで電子レンジでチンしないでこのままいただいちゃうかなと今は思ってますね。で、お酒は、日本盛りということでですね、焼き魚に日本酒ということでですね、非常に鉄板のですね、幸せということでございますが、焼き魚はですね、食べるのが結構ですね、大変でございます。お骨がありますのでね、これをどうやってきれいに食べるか、こういったところでですね、人間の育ちの良さというのがですね、出てくるんですよ。実はで、僕ちゃんはですね、皆様ですね、実は皆さんある程度予想ついてるかもしれませんけどですね、僕ちゃんは実はボンボンでございましてですね、結構いいところで育ってお兄ちゃんでございますので、実は僕もですね、お魚はきれいに食べるんですね。非常に小さい頃からですね、礼儀作法についてはですね、すごくですね、礼儀作法についてはしつけられてきましたんで、人前でゲップをするとかですね、そういったことは絶対にしないのでありますってまあそんな感じでございますね。人前でゲップをするのはですね、非常によろしくないとされておりましてですね。本当はしちゃいけないんですよ。いいですね。良い子のみんなは真似しないでね。それでじゃあこれをいただくんですが、どうやっていただくかっていう話なんですけど、ニシンの塩焼き、美味しいんだから、ニシンのすき焼き俺大好きなんだけど、164円ですね。これをまずいただきたいと思います。これ今買ってきたばっかなんで、もちろん賞味期限内でございますね。たった今ですね、スーパーがですね、今夜、11時ぐらいなんですけど、先ほど閉店直前に、買いました、半額のニシンの塩焼きでございますね。非常に美味しいございます。で、まずですね、これどうやっていただくかって話なんですけど、片手にスプーン持って片手に箸を持つんですね。で、こうやってスプーンのこの背中でですね、魚を押さえて、こうやって魚をですね、まず両側にこうつまんでいきます。こうやって両側につなんでいくんですよ。そうすると何が起こるかっていうと、背骨と身が剥がれるんですよ。で、ここをこう、このほっぽをつってですね、こうやってここにこう入れて、こういうふうに持っていくんです。こうね、そうするとほら、身がこうきれいにこう剥がれてって、背骨と身がきれいに剥がれていくということになります。これが基本です。そしてですね、これいただくんですが、ここの端っこにですね、骨がついてることあるんですが、僕はですね、些細な骨はですね、食っちゃいます。僕はお上品な人間なんですけど、こういうところに落ちたのももったいないから食っちゃいます。僕は育ちのいいボンボンだよ、みたいな感じでございますね。じゃあやっていきたいと思います。でですね、まあ、人前でゲップなんかはしないのであります。で、これお魚をこっちにいただいていくと、まあ非常に美味しいと、うん、うまいな、このニシン、やっぱな、うん、このニシンうまい、うめえな、いい感じしたね。160円だよ、これ一匹、うん、で、まあこうやってどんどん剥がしていくとですね、ここに出てきます。で、ここにですね、こうやって剥がしていくと、ここに背骨が、腹骨がありますが、この腹骨はさすがにですね、このまんま食うと結構喉に刺さって痛い目に遭うので、これはこういうふうにつまんで、で、こうやって、身を剥がしてですね、で、身をスプーンで押さえて、こっちの方で箸で取っていくっていうのは、こっちの手にこうスプーンを持ってるっていうのは実はですね、コツです。片手で魚を食おうと思うからうまく食えないですね。ですから、要するにナイフとフォークを持ってるのと似たような感じで、スプーンと箸で食うんですよ。これがですね、お上品にきれいにいただくコツでございます。おいしいな、この魚ね、うん、で、こうやってやっていくわけですね。で、で、まあこうやって、で、この辺になったらこう縦に、今度こういうふうに縦に、ここをこう縦にこう箸を入れてって、そしてこの隙間にこう背骨に沿ってこう箸を入れていくと、身がポンとこういうふうに剥がれていくっていう、だこんなふうになってくるわけですよ。で、こうやってペロッと取れます。で、ここについてるちょこういう小骨をこうやってお箸で
こう取って、小骨を取るときに、こうやってると取りづらいときは、身を、この身をですね、スプーンで押さえてこういうふうに取ると、非常に綺麗に取りやすいというような、感じになるということですね。で、こうやって取ってって、うん。で、こうやっていただいていくわけです。うん。うん。うん。非常に美味しゅうございますね。非常に美味しゅうございます。美味しいな、このニシン、ほんとな。で、こうやって、うん。身を剥がして、どんどんいただいていくとですね。じゃ大根の人が買ってくればよかったな。うん。失敗したらまあいいや。で、お酒もちょっといただいて。ああ、やっぱ日本酒が合うね。焼き魚に日本酒はもう最高。なんという幸せ。164円のニシンの塩焼き。美味しいな、これね。うん。これは、電子レンジで温まらなくても全然美味しいわ、これ。うん。うまいわ、これ。当たりだな。うん。それで、うん、また買ってこよう。半額だったら。うん。うまいな、これ。で、こうやってどんどん、こう剥がしていく。で、ここの部分も、こうやって、こういう風に箸を入れて、そしてこう起こしていくような感じですね。で、こうやって、身の方はこっちの方を押さえて、で、こうやって、こうやってペロッと剥がして、こういう風に、まあ、割っていくような感じですね。で、こんな感じで取っていくわけです。それで、で、こんな風にして、ここにある小骨はこうやって丁寧にこう、まあ、取っていくというような感じですね。うん。うん。で、小骨だけこうやって外して脇に寄せて、身の方はこういう風に避けていくわけです。それでですね、あと、まあ、小骨はまあ、脇にしてます。で、この内臓。内臓もですね、なかなか綿なんですけど、綿も美味しいんですよ。うん。僕はですね、サンマとかの綿はすごい好きです。うん。まあ、この動画は7月に初旬に撮ってるんですけど、まあ、7月の初旬に撮ってるんですけど、まあ、秋になってくるとまた、サンマが美味しくなってくると、多分サンマはまた安く売りに出るんじゃないかなと思うので、その時に、うん。うん。あ、口の中に骨が入っちゃいましたね。これをこうやってですね、吐き出すのは非常に下品でございますので、あまり人前ではやらない方がいいと思いますね。お骨は、口に入れたものを一回出すというのはですね、基本的に、死ぬほどまずくて腐ったものを食った時と、あと、激辛のカレー食って耐えられない時以外はですね、吐かない方がいいと思いますね。非常に、お下品でございます。で、こんな感じで魚を、どんどんいただいていくという感じですね。うん。非常に、うん。美味しいです。うん。うん。うん。で、こうやって小骨をきれいに取っていく。うん。うん。うん。うまいな。ほんとうまいな。うん。うまい。魚をきれいに食うことをですね。ちなみに、猫股と申します。猫股。猫股っていうのは要するにですね、猫も綿入れ通る。猫はお魚が大好きなわけですよ。まあ皆様ご案内のようにですね、まあ、お魚くわえたドラ猫を追っかけて、パッパッパッ、裸足でかけてくる。お靴も買えない貧乏なサザエさんというの、お靴も買えない貧乏なサザエさんという、まあ、有名な歌がございますが、まあ、このですね、あれに言うように、要するに、猫は魚が好きでございますね。うん。猫は魚が大好きなんで、本来、目の前に魚が落ちてたら、まあ、食うわけでございますが、あまりにも綺麗にとって骨だけ残ってると、猫が股入れ通るので食わないという説がございます。ただ、これは実際は嘘でございまして、猫はですね、身もそうなんですけど、骨も食っちゃうんですよ、猫。うん。なんで、骨だけ残ってると骨を食うために猫は加えて持ってきます。猫はですね、この背骨とかそういうのも全部食っちゃうんで、あれですね。で、この背骨、この背骨をですね、この猫の、この背骨ですね。これはこうピヨッとこう剥がしてですね。こうやって綺麗に剥がして、でまあ、こうやってピヨッとこう取るわけなんですね。で、この頭の部分についてるこの身もですね、こういう部分も、
こういった身ですね、こういうのも綺麗に取っていただくというのが基本的には、重要でございますね。非常に重要でございます。綺麗に、いただくわけです。で、背骨はこうやって剥がして、で、まあ、こんな感じの お骨が残ってくるということになりますね。で、これ頭についてる身なんかも、きちっといただいていくことが重要だということですね。うん、で、小骨なんかはこう丁寧に取って、こっちの方に分けていくということになります。よろしいですか？まあ、昔 の映画なんかで出てくるいわゆるヤクザが一宿一般のなんか、宿を他のヤクザの親分さんの部屋に借りる時の礼儀作法とかいうのがですね、テレビに出てまして、映画なんかよく出てて、まあ、あれが本当なのか嘘なのか俺はよく知らないんだけど、あれヤクザの世界全然知らないんで分かんないですけど、ただなんかご飯を必ず1杯おかわりして2杯食わなきゃいけなくて、で おかずに出てくるのは必ず焼き魚、まあ目指しとかイワシとかそういった、安い魚の、焼き魚が出て、それであと味噌汁が出ると、であとちょっとおしんこみたいな香のものが出てくるというような感じらしいんですよ。でなんか最後にこの背骨をですね、なんか紙か和紙かなんかに包んで懐に入れるというですね、そういう礼儀作法があるみたいなことをですね、おっしゃってましたがですね、本当なんかね、あれね、よくわかんないんだけど、まあ映画なんかではそういうのをね、よく、まあ何回か、僕も拝見させていただいたことありますが、あんなふうに食えんのかね、みたいな感じがありますけど、なあ、でもあんなお魚一匹であんなでかいご飯よく食えるよな、みたいな感じありますけどね。僕は映画のシーンで好きなのは、まあ皆さんもご存知の通り、木枯らし紋次郎のですね、食事シーンですね。第1話の非常に有名なシーンで、ネット内なんかにも結構、コッペしたやつが残ってますけど、泡かなんかの、あれ、冷えなのか泡なのかわかんないけど、それのお粥に、この、目指しが2匹、ついてるんですけど、この目指しついてる2匹を折ってですね、そのまま冷えの中に入れて、ガッガッガッって、そのままですね、ぐちゃぐちゃにして一気に食うという話ですね。で、あと、山芋がついてるみたいなんですけど、山芋の、吸ったやつが、それはまず、最初にグッと食うんですよ。小暮しもんじろうのシーンが俺は、やっぱり、あれはやっぱり男の子だったら一回は憧れるよな。小暮しもんじろう食事シーンで検索してもらうとですね、すぐ見つかる動画なんですけど、小暮しもんじろうですね。中村秀夫さん。それでなんか、相方が原田秀夫さんなんですけど、それでですね、なんか、原田秀夫さんが小暮しもんじろうになんか、助っ人を頼むんだけど、小暮しもんじろうは相手にしないという、そういうシーンなんですけど、なんか、それが食事シーンで出てきて、小暮しもんじろうが原田秀夫さんの演じるあんちゃんを無視してご飯を食べるシーンなんですけど、これがめちゃんこかっこいいんですよ。本当にかっこいいんですね。で、まあこんな感じで魚はこんな感じでですね、背骨だけになる、この背骨だけになって、でまあ魚の頭がこうやって残るというような感じですね。でまあ本当は魚の頭もバラバラにして食うっていうのがですね、いいかもしれないですけど、まあちょっと下品なんでやめておきますか。このシーンがめちゃくちゃかっこよくて俺大好きでさ、あれ何度も見返しちゃうんだけど、食事シーンの名シーンって言ったらですね、やっぱり小枯らし紋次郎の目指しを折って、泡か冷えかなんかのお粥に突っ込んで一気にガガガガガッと食うあのシーンですよね。まああと時代劇で非常に有名なシーンって言えばやっぱりあれですよね、座頭市の白いご飯もくもく食うシーンも有名ですけど、やっぱり小枯らし紋次郎のシーン、あれがものすごい好きですね。あと有名なのって食事シーンはですね、南極料理人っていう映画があって、南極料理人、そこでですね、なんかラーメンを作って食べるというですねシーンがあるんですけど、このシーンがまたですね素晴らしいでしょ。なんか、なんか南極の観測隊長さんが、北郎さんが演じてらっしゃるんですけど、このラーメンの食いっぷりがですね、もう神でございましてですね、
要するに南極なんで、南極観測隊で、まあ、しかも南極の昭和基地じゃなくて、もっとそこから離れた、なんか、ちょっと小さいところの基地らしいんですよ、離れた。で、そこで越冬してるんで、なんか、ろくな食い物ないという中で、この、料理人の人が、坂井雅人さんがね、演じてるのが、あの、なんか、ラーメンを作るということをやったらさ、もうみんな、もう、みんな泣いて喜んだって観測隊員の人が言ってて、まあ、そういうシーンなんですよね。このラーメンを食うシーンがね、もう、神でございますね。世の中にこんな美味しいラーメンがあるのかみたいな感じですけど、いや、素晴らしいもんでございますね。うん。これもですね、ネット内で勝手にアップロードしてる人いらっしゃるんで、ぜひご覧ください。非常にですね、素晴らしいシーンですね、この二つは。うん。まあ、食事シーンはもうこの二つにつきます。はい。こんな感じで。うん。あとなんかあったかな？まあ、マカロニウエスタンなんかの西部劇でクリーンイーストウッドがご飯を食うとか、ああいうのもなかなか面白いシーンがあったりしますけど、やっぱり僕はこんがらしモンズノの、食事シーンの右に出るものはないような気がしますけどね。うん。うん。素晴らしいですね、あれは。うん。ああ、うめ。やっぱな、何やかんって日本じゃやっぱお魚でございます。まあ、皆、まあ、最近焼肉動画とかね、結構上げて、あれ、魚食ってる動画上げたの、もしかしたらね、初めてかもしれないけどね。なんか、釣りとかのね、うん、釣りなんかアップロードしてる人なんかはよくね、釣った魚をね、召し上がるってことで、お魚なんかね、いただいてるシーンとかね、あと、綺麗にお刺身さばくシーンとかね、上げてらっしゃる方もいるようですが、うん。僕はどうかな、魚もさばくのも一回やるか、どっかで、わかんないけど、うん、まあ気が向いたらやろう、うん、みたいな感じですね。うん、というわけでね、うん、これ最後かな、うん、うん、というわけでね、お魚をね、いかがでしょうかね、うん、もうちょっとこう、きれいに飾る、こんな感じで、うん、なかなか、うん、慣れながら、結構綺麗にいただいたんじゃないかっていうことでね、ニシンの塩焼きを1匹いただいて、日本盛りで決めるというね、動画でございましたので、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では失礼いたします。